いします。予選トーナメントの組み合わせを書き出しましたのでご確認ください。指名で予選トーナメントの組み合わせを書き出しましたので、ページを見てご確認ください。なお男子3組が書きましたら予選で予選トーナメントを決めていきますのでご確認ください。Okay.